ゲートボーラーズは日本のバンド。2013年5月に東京にて結成。2014年11月に舞踊浜野夏也が小山田総平らと共にレーベルスパークリングレコーズを設立。2015年7月に久富奈良が加入し、現メンバーとなる。2016年3月にリリースしたファーストアルバムレモンソングスがタワーレコードのプッシュアイテム。 タワレコメンに選出。アルバムリリースを機に、フジロックフェスティバル16や、ボロフェスタなど、各フェスに出演。2017年2月、初のワンマンライブを、下北沢シェルターにて開催。5月には、カミン神戸17に出演。7月には、浜野夏也が、ポカリスエットとフジロックフェスティバルのコラボ CM にて、ギターを演奏するなど、活動の幅を広げている。内村イタルを、 サポートメンバーに招き、4人編成としての活動を開始。2018年セカンドアルバム、ザオールイコールポエムをリリース。初のレコ発全国ツアーを開催し、東京公演として渋谷オーネストにてワンマンライブを実施。12月にはバンド史上3度目となるワンマンを信頼たフィーバーにて開催し、同日4曲の歌と3曲のインストゥルメンタルを、 収録した e p ューパートタイムパンクスを配信限定でリリース。エイジアンカンフージェネレーション後トーマサフミ主催アップルビネガーミュージックアワード2019にザオールイコールポエムがノミネート。2019年9月より開始された小山田総平バンドツアー2019に浜野夏也が GT 久富奈良が DS で参加。PA 本村拓馬は、金子あやのバンドに参加中。2019年9月にサードアルバム、インフィニティ・ミラーをリリース。レコ発ファイナルは対番に、ヒゲ、ヘルシンキラムダクラブをゲストに迎え、大観山ユニットで行われた。2020年1月に下北沢ガレージにて1日中夜の、ブノにステージワンマンを行い、両公演チケット完売。ゲートボーラーズオフィシャルサイトバイオ、 浜の夏や、澄んだ目の奥の感性と才能に皆が惚れる、信羅、ネット、ありがとうございます。